やっぱり SS、 やっぱりね、スーパースポーツと呼ばれる、まあ速いバイク、フルカウルで、まあ、サーキットをねすぐにでも走れそうな、そういうオートバイっていうのは、まあ、男の憧れでもありますよね。リターンして、まあ、SS スーパースポーツはちょっと、まあ、前傾がきついから無理だろうなと思っていたんですけども、結局いろんな SS 乗ってみました。まあ今回はその中の5台をねちょっと乗ってみて、まあどうだったかっていうかね、そういう話を、やっぱりね SS かっこいいですもんね、まあ、実際いろいろ乗ってどうだったのかっていう話をしていきたいと思います。今回出てくる SS はブガティのパニガーレ V4S、まあ、ちょっと前なんでねウィングがついてませんけど、V 型のパニガーレと、それから BMW の S1000WR、 それから川崎 ZX10R、 これは新型の 10R ですね。それからホンダ CBR600WR です。でもう一つ、やはり川崎の ZX6R、 この5台に乗ってみました。まあね、やっぱりね、結論から言うとやっぱ前傾はねきつかったです。きつい。まあこれね、ずっとまあリターンしてこの年でね50代で、まあ、乗っていくっていうのは、まあちょっとね慣れるんでしょうけど、厳しいかなっていう気はちょっとしました。ただね、慣れちゃえば結構いけるかもしれない、そういう感じはしましたね。結局ね、まあ何でもオートバイ慣れじゃないですか。それで、まあ、前傾姿勢も、まあ、最初はきついんですけど、ずっと乗ってるとこう、なんだろう、首とか腰とか腕とかを負担をかけない乗り方ってできるじゃないですか。結構自分なんかはお腹をねタンクにグッとくっつけちゃって、それで下半身でねもう体重を支えて、上半身割とリラックスさせて乗ったりとか、それから上体をねそのまま起こすと首の角度もねきつくならないから、首もそんなに疲れなくなるんですよ。まあ、ただねワインディング入った時はもう完全にね伏せる姿勢だから、その時はやっぱり首がねどうしても角度がきついんで、それをずっとやって帰ってくる時はもう痛くなってるんですけど、あともう一つは高速道路でやっぱり速度を出してる時はそんなにね負担ないんですよね。やっぱりね、まあ、それぐらいの速度出してくると G で後ろに引っ張られるっていうところもあるとは思うんですけど、まあ、それぐらいの速度域が一番、まあ、負担がないような、まあ、設計になってるんでしょうね。まあ、それがやっぱりポジションから来る、なんだろう、乗り手側の慣れと、まあ、乗り手がねそれだけスーパースポーツぐらいになるといろんな乗り方もできる人でしょ、大体。まあ、できない人も乗っちゃうのかもしれないけど、そうすればね結構ね負担を軽減して乗ることはできそうな感じはしましたね。それでやっぱりねネイキッドとか、まあ、いわゆる、まあ、アドベンチャーとかね、そういうオートバイとは違う楽しみがやっぱりあるんですよ。やっぱりね早いですよね。それからそのコーナリングの決まり方がもうほんとキレッキレです。スパッと決まる。でそのスパッと決まった時がやっぱり気持ちいいですよね、こういうスーパースポーツっていうのは。まあね、難しいスーパースポーツもあれば、まあ簡単に、まあ簡単じゃないんだけど、ある程度気持ちよく乗らせてくれるスーパースポーツもあります。そういう形から言えば、まあ、CBR なんかは、あ、でもそうでもないな、 CBR もねこの 600WR はね結構ちゃんと乗らないとしっかり乗れないと思います。逆に CBR の 1000WR はね割と乗りやすいかもしれない。それから ZX10R も割と乗りやすい方に入るかもしれません。ただタイムを出そうとするとかなりきっちりやらないと、 10R っていうのは本当に乗り手に応えてくれるバイクなんで、まあほとんどこうこの能力を使わずに、まあそれでもまあ満足する
乗り方できちゃうんだけど、やっぱりね奥が深いですね、 10R はね。だから ZX6R の方がもうちょっとやっぱり乗りやすいで、 6R は、まあ、街乗りもね結構乗りやすくできてますね。これはね両方楽しめていいんじゃないかなっていう感じはしましたね。この5台の中で一番乗りやすかったのは SNWR ですね。この BMW のね SNWR はね速いし乗りやすいっていう感じがした。これが多分一番速く走れそうな気はしましたよ。それでいて割と誰でもいいタイムを出せそうな感じがする。それぐらい乗りやすいのはこれかな。一番街乗りもね乗りやすかったですよ。その低速時のなんていうの、軽快さっていうか気軽さっていうのはこの SNWR 一番あったな。一番その難しかったのは旧型のね ZX10R だったんですけど、でもあれはねもしかしたらそのステアリングダンパーがちょっとガチガチの個体に当たっちゃっただけかもしれないです。新型のね ZX10R は乗りやすかったですね。でパニガーレはね一番なんていうのオーラがあった。もうね乗った瞬間にこのマシンは違うなっていう、そういうね雰囲気をもうめちゃめちゃ醸し出すタイプ でただ一番エキサイティングに乗れるのはパニガーレの V4S じゃないかな。すんごくマシンが煽ってくる、めちゃめちゃ速く走れて煽ってくる。やっぱり国産車はそんな煽っても来ないし、しれっと速く走れちゃう感じがするんですよね。だから気兼ねなく走れる、まあ、気兼ねなくでもないんだけど、中でもやっぱりねこの5台は結構シビアな走りを求められるタイプだとは思います。ちょっとね鈴木が入ってないんですね。 PSXR が入ってないし、ヤマハの R1 とか R6 がちょっと乗ってないんで入ってないんで、その2台がどういう感じかわかんないんだけど、多分 PSXR はもうちょっとなんていうのかな、気軽に乗れちゃう感じじゃないかなと思います。あれも速いんでしょうけど、多分懐の広さがあれが一番広そうな気はしますね。まあ、R1 と R6 もかなりシビアだとは思うんですけど、まあねこれねパニガーレも相当速いと思いました。でフロントの荷重とかも感じられるし、やっぱりあのドドドドドっていう感じ、 V4 であってもかなりこう鼓動を感じながらトルクを一番感じながら走る感じはします。で一番そうね塊感があったのがCBR の 600WR。 これはねマシンのねそのバランスがすごくいいっていうか、もう全てをタイムのためにもうブレもなく開ければ全部前にもう持っていくような感覚の塊感があるスーパースポーツだった。これもねすごい速く走れるなっていう感じがしましたよ。600ですけどかなり速いと思う。で ZX6R はもうちょっとねフレンドリーな感じでしたね。で本当はあのツーリングにも使える感じがあったし、まあ本気出せばやっぱり速くも走れるんでしょうけど、やっぱりその本気度合いが同じ人が乗った時には 600WR の方が速いんじゃないかなっていう感じもしたし、もちろん 10R はめちゃめちゃ速いし、パニガーレもめちゃめちゃ速い。で SNWR、BMW はもう誰が乗ってもかなりの速度域に持っていける感じがした。でも凄腕の人はもうさらにその先に行くタイムを出せるんじゃないかな、そういう印象がありましたね。やっぱり最近のバイクは電子制御も入っているので、モードも選べるから、やっぱりツーリングに使おうとした時には緩いモードでも走れるし、まあね、クルーズコントロールなんかもついてたりしますからね、 SS ですけどね。だからやっぱり、まあ、サーキットだけを走るっていうことじゃなくって、普通の使い方をするユーザーのための SS になってるんだなって思いました。 R1 とか R6 はちょっと分かんないですけど、この5台はねいずれにせよそういうフレンドリーな部分を持ちながら速い、しかもサーキットでも本格的な走行もできてしまうっていうところが両方持ってるっていうのが、やっぱり今現代の SS なのかなっていう感じはします。でまあ、前傾、どれが前傾一番きつかったのかな、どれだろう一番、まあ、パニガーレかな一番きつかったのかな多分な。ただまあそんなにね大きな違いはないし、割と皆さんどのバイクも皆さんじゃないね、
どのバイクもコンパクトにできて感じはしましたね。で、乗り味も軽いし、まあ、かっこいいですよね。ほんとかっこいい。だからこれ、まあ、慣れてしまってちょっと我慢すれば、まあ SS もありかなっていう風にだんだん考え方は変わってはきましたよ。ただまあ積載性はどうしてもね、どれも小さいんでね、リアシートもね。だから荷物を積みたい人はなかなか難しいんでしょうけれど、ちょっとワインディングいて帰ってくる、そうね、400キロぐらいのツーリングだったらなんとかなるんじゃないかなっていう印象はありました。まあもちろん人によりで、その疲れ方もね、慣れ方もね、全然平気だよっていう人もいるんでしょうから。でもまあ乗りやすくはなってますよ。相当乗りやすくなってますね。だからこの乗りやすさの中でスポーツを楽しむし、まあ腕もね磨いていける部分で、まあネキッドだってもちろん腕はね磨いていけるんだけど、まあやっぱりねスーパースポーツっていうのは楽しいかもしれない。まあこれはね乗れるうちに乗った方がいいなと思う。まあ今50代でまだギリギリ乗れるなっていう感じがあったけども、60代でも乗ってる人もねいますけどね、やっぱり SS っていう人はいるだろうし、やっぱり SS だなとも思った。まあじゃあ自分が買うかっていうと、そうだな、なかなか厳しいかなっていう思いもあるし、まあでも SNWR だったら大丈夫な気はしましたね。